どうも皆さんこんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさん、私、疑問に感じてることがあるんよ。何？メディアミックス系のアニメでソーシャルゲームも出す予定ですって作品あるやん。ちらほらあるね。その体の作品って、なんでアニメの放送中とか、最終話終わった後、すぐとかにサービス開始しないん？え？いやな、気になって調べたんよ。格闘オーパスデスティニーって作品あったやろ？あれのソシャゲどうなったかなって。あ、去年の秋アニメのやつだね。そういえばもう出たの。未だに出とらんのよ。え、不思議でたまらへんのよ。その体の作品は一応ゲームにつなげるための宣伝みたいな部分もあるやん。でもアニメ放送終了してからもうそろそろ半年くらいになるのになんで出てへんのかなって。そこらへんはスケジュールの問題なんだろうね。この辺でゲームできるだろうと思ってアニメの放送枠を抑えたけどゲームが完成しないからそうなってるんだと思うよ。もったいないよな。ほんまなら最終話直後とか放送中がベストなのに。そんなわけで今日のレビューはこちら、ドライブナインだよ。ん？なんか見たことのある感じの絵柄やな。この作品は暁と弾丸論破とかで有名な東京ゲームズが手掛けているメディアミックス作品なんだ。お、弾丸論破、この絵柄の感じはそうやな。一応ソーシャルゲームもリリース予定なんだ。ちょっと嫌な予感が。まず本編の内容に触れる前にこれ作品全体で感じたことなんだけどさ、 BGM がおかしいんだよ。曲が合ってへんとか？いや、音量がおかしいんだ。私の環境のせいかなとか配信サイトのせいかなと思ったんだけど、ツイッターとかで軽く調べたら同じこと言ってる人が大量にいて、 D アニメで見てもアマプラで見ても音量に違いはなかった。そんなにおかしいん？これ実際に見てもらった方がわかりやすいんだけど、例えばキャラクターが喋るセリフの声が100とするなら、本来ならそのセリフの後ろで流れてるはずの BGM が150くらいでガンガン鳴ってる。音量調整バグっとるやん。たまに他の作品でもあるんだよね。ただそのたまにも1クールや2クールの中での1話とか、特定の曲が流れる戦闘中だけとかだったりするんだけど、この作品は6割くらいのシーンで音量がおかしい。ほとんどやん。ソーシャルゲーム展開を想定してるからこそ有名な声優さんもいっぱい出てるんだけど、声優さんの性質によっては BGM でセリフが書き消されちゃってて本気で何言ってるのかわかんないシーンがちらほらあるんだよね。音響監督何やっとるんや。音楽自体は悪くないんだ。ノリノリでイケイケな感じの曲なんだけど、ノリノリでイケイケな曲なだけに余計にクソデカ音量で流されちゃうとセリフが聞こえないんだよね。 BGM はバックグラウンドにあるから BGM なんやで、何フロントに来とるんや。1話だけなら音量調整ミスったのかなって思うけど、ほぼ全話にわたってそうだから音楽を聴かせるための演出なんだろうね。いやセリフ聞こえへんのは本末転倒やろ。本気で日本語字幕欲しくなるレベルだよ。展開自体も序盤は悪くなかったんだ。序盤はな、1話冒頭ナレーションで世界観が説明されるんだ。舞台は近未来の東京で治安が悪化して若者がヒャッハーな感じになってたんだ。殺伐としとるな。そんな中で日本政府は死闘を禁じる代わりに XB 法を制定したんだ。何 XB って？簡単に言えば野球、ベースボールだよ。ヒャッハーな連中が法律で禁止されたからっていきなりベースボールやりだすん？そのあたりはものすごい突っ込みどころではあるんだけど、まあそういう世界だと飲み込むしかない。ホルモンみたいな飲み込みにくさや。各地の若者はドライブと言われる集団を作ってて XB による闘争を繰り広げてるって感じなんだ。なるほど、なんか分かったようなわからないような。まあぶっちゃけヒプノシスマイクみたいな作品にしたいんだろうなっての初伝わるんだ。リュウさん、それは言っちゃいかん。ヒプマイは横浜ディビジョンとか渋谷ディビジョンとか呼んでたけど、この作品では港トライブとか足立トライブとかになってるんだ。言い換えただけ感がすごいですね。ヒプマイも武器による戦いの代わりにラップバトルって感じだったけど、この作品は野球になってるってだけで、なんというか企画意図がものすごく透けて見えるんだ。2番線時間やな。ヒプマイ意識したから BGM 大きくしたんかな。ただ序盤は XB のインパクトの凄まじさもあって面白さを感じるんだ。ほう。 XB は基本的に野球ではあるんだけど、 XB においてアウトが成立するのはタッチアウトかスリーアウトだけなんだ。ん？例えばフライとか取ってもアウトにならないん？ならない。必ず守備側はボールを取った後にランナーをタッチしないといけないんだ。なるほど。ランナー側はタッチさえされなければいい。ボールを持った側の手でタッチされなければ守備側をボコボコに殴っても OK。 くさ、ほんまになんでもありやんけ。びっくりするほどなんでもありなんだ。パットも改造されまくっててとんでもない飛距離が出ちゃうし、打たれたボールを追うためにビルを駆け回り、時には駆け上がりながらキャッチしまくる。ホームランって概念はないん？ない。取ってきてタッチすればいい。球場が街全体を使った広大なものだからこその迫力のある XB は序盤は面白かったんだ。序盤ってのをめっちゃ強調してますね。だんだんと何でもありになりすぎてるんだよね。制作側としては突っ込みどころとして視聴者に突っ込ませようとしてるのはわかるんだけど、何でもありすぎてしらける感じなんだ。どういうことやねん。
3話あたりから色々ととんでもないことになってるんだ。この日本に存在する大鳥家とギャラが力と敬意を示すために各地のトライブに勝負を仕掛けてくるんだ。ほう。彼の投球はすごすぎて、すごすぎるがゆえにキャッチャーが使い捨て。くさ、かわいそう。そんな彼に対し、序盤の段階では主人公に見える石田明さん演じる神田二春が戦う展開になるんだ。石田明さん来たー。もう、この時点で野球ってなんだっけってなるんだよね。拳と拳による格闘、ドラゴンボールのような戦闘シーンを繰り広げ、試合後に神谷が死亡するところから物語が動き出すんだ。死んどるやんけ。一応、彼自体が病気で、試合でボコボコにされた影響もあって、死んでしまったって感じなんだけど、神谷が死んだあたりから話も一気につまらなくなるんだよね。ええ。簡単に言えば出落ちなんだ。何でもありなき未来野球っていう設定自体は面白いんだけど、その設定の面白さは、序盤で使い尽くしちゃってる感じなんだ。あらら。中盤から、もう、野球の要素がどんどんどん薄まって、一体、今何点入っててランナーが出てるのかどうかもよくわからない。試合運びが見えてこないんだよ。めちゃくちゃすぎるんやな。最低限の野球をしてくれないんだ。序盤は、最低限の野球のルールに則ってたんだけど、中盤からは、最低限の野球のルールすら守らなくなってくる。どういうこと？例えば、神谷が死んだ原因でもある、大鳥、大二郎、彼が、作中の中で最強のキャラとして君臨してて、各地のトライブが何とかしようとしてる感じなんだけど、全然相手にならないんだ。そもそも野球の技術云々の前に戦闘力が高すぎるんだよね。ほぼ一人で戦ってて、なんなら試合中にまとめてかかってこいって言い出して乱闘で相手の選手の9割くらいを戦闘不能にしちゃう。くさ、なんやねん。まとめてかかってこいって乱闘で全員ぶっ倒せばええなら、もう初めからそうするわな。一応審判としてロボットがいるんだけど、ほとんど役に立たないよ。選手を試合続行不能にすれば、それで勝てるのが XB。 審判のロボがハッキングされたり、ランナーが100人現れて一気に100点取られたりもするんだ。あー、ほんまに何でもありや。ランナーってのがホームに戻れば点が入るんだろ、なら100人用意したぜ、キャッハーみたいなノリなんだけど、そのノリについていけないんだよね。冷めちゃう感じなんやな。同じような感じの作品でエスケレイトって作品があるんだけどさ。あー、あれもスケボーでぶん殴ってたりしましたね。うん、でも最低限スケボーで試合をしようとしてたからこそ、あれは許されたし面白かったし、笑いにもつながってたんだ。でも、この作品の場合は、そのラインの見極めを間違ってる。どういうこと？何せ、終盤には拳銃を持ち出して撃つやつまで現れるから。いやいやいや、さすがに、何でもありすぎるやろ。野球そっちのけっていうか、もうボールそっちのけで戦いまくってたり銃撃ったりするもんだから、もう、なんか試合がどうなってるのかっていうのが、全然わからない感じなんだよね。はちゃめちゃでもええけど、最低限野球しろって感じなんやな。うん、序盤はそのはちゃめちゃ感と野球のバランスが良かったんだけど、中盤くらいからはほぼ暴力による試合ばっかりで、何見せられてるんだろうみたいな感覚になっちゃうんだ。バランス感覚間違えちゃった感じの作品なんやな。ソーシャルゲームへの展開を想定してる部分もあって、キャラクターもやたら多いんだよね。そもそもの主人公の掘り下げも甘くて、主人公と同じチームに4つ子とかいるんだけど、4つ子ってだけ数合わせっぽい感じやな。中盤からはそんなキャラの多さのせいでストーリーがごちゃごちゃしてる感じが強くて、いろいろなトライブのキャラが出てきて、ああだこうだやるんだけど、特にキャラへの思い入れも生まれない。くさ。終盤になると止めも多くなるし、 BGM も大きくなるし、キャラも多くなるし、もういろいろとごちゃごちゃな作品なんだよね。 BGM の大きさはともかく、なんかうまいこと歯車噛み合えば面白くなりそうな感じやのにな。そうなんだよね。本当に逆にうまいこと歯車が噛み合ってない作品全体で、ギャグもちょこちょこあるんだけど別に笑えないし、XB 自体が面白いわけでもない。なんというか、もう少し作品全体でおバカさがあれば違ったのかなって。変にシリアスな感じが出ちゃっとるんやな。まあ人死んどったらさすがに笑えへんな。多分そこだと思うんだよね。 SK8 もヒプマイも結構いろいろやってるけど、メインキャラが死亡みたいなところまでいかないからこそ、ギャグとして成立してる部分があるけど、さすがに死んじゃうと笑うに笑えない空気が生まれちゃう感じがある。めちゃくちゃなことしとっても死なないなら安心して見てられるんやけど、死ぬこともあるって考えると笑えへんよな。ソーシャルゲームでもしかしたら石田明さん演じるキャラが復活するみたいな展開が生まれるかもしれないけどね。石田明さん演じるキャラならありえそうなのが怖いですね。まあ未だにいつからサービス開始するのかわかんないけどね。またか。ではまた次回。じゃん。